薄暗い照明の中始まった今回の〇〇生活はルイージマンション3をプレイ。怖いな怖いな怖いな。ルイージやから稲川さんになってるから。本次先輩以来の水に目覚めた浜口さん。釣ったどうや、釣ったどう、釣ったどー。ところ構わず水まくり 3000G を獲得。最初のミッションを達成しました。はい、来た。めちゃめちゃ良い子のルイージでマンション生活、匠の技をとくとご覧あれ。さあ、2つ目のミッションは2人プレイでフロア7を攻略すること。まずはエレベーターで7階へ。おお、怖がってる。ビビってんな。うわうわ、グリーンフロア。でも2人プレイってもうおれへんぞ。ありの確かにルイージは1人だけ。するとグリーン、まずグリーンフロア言うてほら出た。あ、緑のありのや。ほら格納した。そう、今作から全身緑、その名もグーイージが登場。アクションはルイージと同じですが、プルプルな体を生かしてルイージでは進めない場所も行けるんです。一人プレイの時は切り替えながら進み、二人いれば同時に操作が可能です。これ一緒にできるのめっちゃおもろいな。ここは狩られへんか。狩るのはないのか。おい、なんかおるな。ボーボーに伸びた草からネズミが襲います。草刈りて、草刈り機欲しいな。草刈りて。生い茂った草をかき分けて進むと、入った。うわー、広い。4階建てぐらいの。吸えるぜ吸えるぜ、いっぱい。全然かっこよくない。本作のキーアイテム、エレベーターのボタンをゲットと思いきや、あら、敵か。なぜ話す。ジョウロを手にするのはこのフロアの主、庭師ならぬ庭師博士。あら、なんかでかなった。あららららららら、上の方行っちゃう。植物に食べられたボタンは天井高くへ。消えた。ちくしょう。さあ、ボタンを取りに行きましょう。で、浜口さん、よし、まず全部吸うぞ、この辺。嘘やろ、平和やわ。ボーボーに生えた草を前に、こちらの庭師も本気モード。草刈り機のアタッチメント欲しいな。草刈らんでええねん。よし、上がろうか。はい、親方。あ、なんか来た。あー、水あげた。うわー、潰された。木の枝が行く手を遮ります。まあ、あんなこっち吸うてこ。しゃあない、やっつけたいな。うわー、何してんねん、掃除せんか、ここ。あー、嘘やろ。売ってもうた。嘘やろ。今度は勢いをつけて、こっち吐く。いや、よっしゃ。先に進むと、うわー、何やこれ。あー、気持ちいい。吸いたい放題。花びらが舞う中、意気揚々と綺麗にしていきます。あー、コブラついた、コブラついた、コブラついた、助けて、コブラついた。うわ、ありがとう。2
二人プレイも板についてきた様子。するとなんかあそこ入れるな、なんかあそこ入れるとこあるな。あー入った。お、あーめっちゃええやん。隠しフロアが。うわー水放題だ。いいな、掃除だけやらしてくれんかな。奥には宝箱も。うわー取れたもんね。吸い込め吸い込め。綺麗にしたところで来た来た。おいグイージーサンキュー。この後も2人で力を合わせて難所突破。ありがとう。真ん中ある、ね、トゲの植物が道を塞ぎ通行できず。よしこっち行こう。しかし次の部屋に通じる扉がどこにもありません。ここまた向こう入られへんかな。手当たり次第にアクションを起こしていると、あ、なんや、おい、Y ボタン押してみ。え、なんやこのポコン飛ぶやつ。するとここでグーイジアリノが、あ、ん、吸盤なんとかできへんかな。何それ。お、それでやっつけんの。あ、そうか、ぶつけろあれでいい。イエーイ、ナイス、気持ちいい、すげえ、イエス、よし。道を塞いでいた植物を取り除くことに成功。よし行こう。ところが、うわ、閉じられた。え、うわ来た、でかい。え、お化け、あ、お化けや。巨大なお化けが登場。ストロボが効かないようです。やばいやばい、吸い込まれへん。さらに強烈な攻撃で体力を奪われていきます。やばい、吸えてない、吸えれへんな。あれ、危ねえ。ルイージの体力は残りわずか。危ない、あーやられた、くそー、なんだ。ここでゲームオーバー。なー、あ、捕まった、あー捕まった、あー捕まった。あれなんかティッシュみたいにいっぱいついてるな。ここな、ここにいっぱいついてんねん。顔面を覆うティッシュではなく葉っぱを吸い込む作戦に。お化けの顔があらわに。すや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 、あいだ。ストロボが効くようになり、あとは吸い込むだけですが。あ、やべ。どうやら前からでは吸い込むことができない様子。後ろから吸って、後ろから吸って。え？後ろから吸って。後ろ。怖いよ。後ろから吸って。怖いんだよ。後ろから吸って。後ろ回れねえんだよ。ようやく。よいしょ。よいしょ。えい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 。まだか。まだだ。それぞれが残り体力わずかの戦い。吸って。どこにおる？逆うわ汚いな、掃除しがいあるで。
いやー吸えるね。この部屋で庭師の濱口さんに運命的な出会いが。何これブリーなってんの。すると有野さんが、あ、持った、あ、あ、草枯れるじゃない、草枯れるやん、草枯りっす、草枯れたやん、草枯りっす、すげえ。俺草枯りっす、草枯りっす、あ、いいじゃん、草刈り深夜です、草刈り深夜さん、いいな。欲しがる濱口さんにバトンタッチ。お、どうぞ。おだもす。お、あ、どちらさんですか。草刈りです。草刈りまさるです。草刈りまさる、ここに誕生。もう何でもいけます。うわー、マサルが潰して深夜が吸う。ありがとうございます。いや最高。解体作業任せてください。吸うの任せてください。突如始まった良い子の草刈り機で解体生活。ベッド潰します。あ、ここベッドも解体していいの。はい、いいですよ。はい、じゃ あ上の段なんかあるやん。あ、なんか出てきた宝箱。これやばい、最高のものを手に入れた。解体作業に没頭する2人。これも吸って。全部や、根こそぎや。わあ、広なったな。ビフォーアフターや。草木が生い茂ったホテルの一室が草刈りの匠の手によって、なんということでしょう。家具も何にもない空間に様変わりしました。まだまだ手を止めない草刈りの匠。ここも行っとこう。おバイト。あ、はいはいはい。ちょっと向こう見てました、部屋の。目穴ちゃん休憩すんなお前。もう綺麗ですよ。ほら持っててこれ。あ、はい。次の現場へ行こうとしたその時。わあ、おい、わかったぞ、おい、おい、わあ、親方、親方、おい、これ綺麗綺麗、これで綺麗、親方、やばいやばい、ライフないぞ俺、親方、綺麗綺麗、おい、親方、ライフ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 、あぶねー。先行けんじゃないですか。はあ、草刈り機欲しいな。もういいですよ。草刈り機とは一旦お別れして先へ。わかった、一個わかった。立ちはだかるトラップを乗り越えていきます。おいしょ、やめろって。よいしょ、お前目力当たってるぞ。そんな濱口ルイージにも見せ場が。ジャンプするんちゃうか、キノコで。乗った。イエーイ。あ、やばい、そうや、ジャンプした。マジでジャンプした。そしてようやく。すぐなってお前。頂上に到着。これ開けなあかんで。開けなあかんな。すぐだったんやんか。よし。あ、じゃあ俺こっちで開きますね。よし。よし、せーの、おいしゃー、おー、開いたー、すげえ、いて、あ、いてででででなな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 、落ちた、にゃーにゃー、どんくさいなそんなに。あ、なんか X 押せる、 X 押せるじゃない。え、嘘嘘嘘、うわ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 、うわー、どんくさいやっちゃ、落ちよった。滑り落ちるように下へ。あら、ん、 あるやん、ようやくか、気抜くなよ。これあー、取れた、耐えられた、持ってかれた、くそ、うわ、危ない危ない、うわ、怖っ、あ、あ、
草刈り機や。やばい。すげえ。草刈り勝ここに復活。草刈りさんだ。草刈りさんがいる。どうしたえで草刈りさん。よし。ここじゃない、ここ緑のところ。うわあ、緑の汁出てる、最高。なんで最高か分からへんけど、めっちゃ気持ちいい。最高。あれ、あれ、吸うて、あ、吸わなあかんのか。あ、どこ行った。植物を持っているときはストロボが効かないニワシー。危ない。どっかに食わさなあかんのか。その植物がつぼみに噛みついたときがチャンス。よし、伸びた。草刈りさん、草刈りさん、草刈りさん、頑張れ。今度は草刈り深夜がぶった切ります。よっしゃ。逆に、逆に。あいだ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 あえて噛みつかせるため、つぼみの裏へ。こい。よっしゃ、噛んだ。草刈りさん、草刈りさん。よし、草刈りさん、頼む。草刈りです。草刈りです。草刈りです。はいよ。草刈りました。はい、吸います。吸って、吸って。はい、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 はい。もう一丁。ニワシー博士の体力はあとわずか。頼む、草刈り。はい、草刈り、草刈り、草刈り頼んだ。はい、草刈りでした。あー、草刈りない。惜しくもタッチの差で草刈り失敗。その後、決定的なチャンスが訪れず、草刈り勝も体力を消耗。ライフ、ライフ、ライフ、ライフ。長期戦、勝つのはニワシーか草刈りの匠か。よっしゃ。はい、草刈り、草刈り、草刈りいます。草刈りだ。よっしゃ。イエーイ、ここでようやく。やったよ、もう落とすなよ。入ってる。よっしゃ。これにてミッション達成。ルイージマンション3。2人がプレイしたのはほんの少し。まだまだたくさんのフロアが待ち受けます。せっかくなのでもうちょっと遊んでみましょう。最後は最大8人で遊べるマルチプレイをやってみませんか。おお、そんなんあんの。やりたいです。はい。本作にはメインモード以外にみんなで遊べるマルチモードを収録。制限時間内にフロアにいる全てのお化けを倒すなど、与えられるミッションは様々。さらに入るたびに変わるフロアがプレイヤーを惑わします。今回2人が挑戦するのは4人のキノピオを救出するミッション。操作に慣れてきたとはいえ、良い子の2人では不安なので。でも8人おれへんし。あ、管理人、今回は私が3人目として参加します。おお、初だね、管理人が。うまいのかね。制限時間は5分。それではスタート。よっしゃ、青いのが俺や。まずは勢いよく飛び出した浜口さん。これはドアトラップ。偽のドアに挟まれると誰かに助けてもらうまで出られません。直後、有野さんも。わしどこ行った。二人とも挟まれてしまいました。二人を救出する管理人。ちょ待って、俺出てけへんわ。あれ、どこ行った。あ、来た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 。うわ、出られへん。あー、助けてもらうな、出られへんのか。あ、そういうことや。あ、おった。
ありがとう。カニありがとう。うろうろするもののなかなかキノピオは見つかりません。うわあ、いっぱい出てきた。しかもね、コインじゃないね、キノピオ探さなあかんねんな。結局一人も見つけられないままカウントダウン。一体も見つかれへん。ねえ。一体も見つかれへんかった。もう一回やらしてくれ。やるぞ。よし、本番行こうか。再チャレンジ。おった。今度は早々にキノピオを発見。よしよしよし。それ通じて出た最初に。スタート地点に連れて行きます。入れる。あ、入った。黄色埋まった。今回は罠にかかっても助け合えるように集団行動。いない。終わってみれば救えたのは序盤の一人だけ。あー、挟まった。挟まってマイナス10で終わった。うわー、いやー、いないね。全然だ。どう動いたらいいね。一緒に動いたらええんか。でも一緒に動いたら部屋の数がもやっぱ見られへんもんな。バラなんやろな。ばらけていくか。作戦変更。バラバラに散って探すことに。いた。でかいのがいた。助けて、でかいのがいた。ここで浜口さんが合流。キノピオ救出のため協力してお化け退治。まだ。お化けは残り2体。ちゃちゃちゃ。行けか。よかった。連れて行きます。はい、お願いします。こっちです。一方、管理人も黄色のキノピオを発見し単身お化け退治。孤軍奮闘の管理人、続く3人目も一人で救い出しました。時を同じくして有野さん。いた。いた。いた。4人目のキノピオを発見。こうなれば浜口さんの助けを願いたいところ。その頃、当の本人は別のお化けに宿泊。残り時間は2分。いけそうか。なんか投げてくるこいつら。なんや。あ、みんな来た。みんな来てくれた。ああ、任せな。お化けはあと1体。ん？ああ、ここでも管理人が奮闘。お化けの体力を削っていきます。まだか。最後の見せ場、管理人決めきれるか。さあ、連れて帰りましょう。おい、案内してくれ。どこや。ここ。3人仲良くキノピオを誘導し。入った。入った、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 イエーイ、イエーイ、イエーイ、バイバイ。最後3人集まったの嬉しいね。嬉しいね。俺ガーン開けた時、折った時、もう奇跡起きたと思ったもん、ね、でも一番楽しいのはやっぱあれやね、草刈りね。草刈り機はもうまらんな、あれは。常備して。